Bengus
栃木にぴったり宇都宮ケンジ部活原発の宇都宮ケンジ庶民に寄り添う都知事を選ぼう庶民に優しい都知事を選ぼう東京変える今がチャンスだよI'm not afraid to die.
当選したら小浜市が騒ぐ、宇都宮が当選したら当然餃子パーティーですよ。というわけでね、12時過ぎでもダンスやろうじゃないですか。東京なのに宇都宮です。
宇都宮健さんを応援してるのは、今度通されようとしてる TPP って法案が通っちゃうと二次使用が取り締まられて、コスプレとかもなんかいろんな二次創作もできなくなっちゃうっていうのを危惧してて、それは表現の自由を奪う行為であって、表現の自由を奪われると言論統制が始まって戦争になっちゃうかもしれないと思って、私はこうやってコスプレをしてみんなにこの TPP の危険性を伝えたくてこの格好を始めました。それで宇都宮健さんは TPP を反対してくれてます。だから超応援します。全力で脱原発も絶対実現してほしいです。準備が整ってきたところで皆さんのお待ちかねサンバタイム。Thank you.
今日、東京都知事に立候補しました
宇都宮健二です。私は東京都民の皆さん方と一緒になって石原都政を変えるために立ち上がりました。福祉を切り捨て弱者に冷たい石原都政を皆さんと一緒に変えたいと思いまして立ち上がりました。まず東京から脱原発を進めましょう。東京が変われば日本が変わります。日本が変われば世界が変わります。東京都は東京電力の大株主です。私は都知事に当選したら東京電力の株主として福島第一第二原発の廃炉を提案します。さらには柏崎刈羽原発の廃炉を提案します。東京電力を解体して発送電の分離を行います。送電線を国有化ないしは公有化して自然再生エネルギーで発電した電力を自由に送電線を使って家庭や企業に流せるようにします。再生エネルギーをで発電する会社や企業を東京都は全面的に支援をして自然再生エネルギーの産業を飛躍的に拡大させたいと思っております。そうすれば若者に雇用が生まれます。また東京都民と一緒になって節電計画を作りまして節電を実施します。大量生産大量販売大量消費の時代は反省しなければなりません。物があれば豊かだと思ってた時代は3.11 を経験して変えなきゃいけないです。真の豊かさとは何かを考える時代に入りました。2番目に貧困と格差を解消するために福祉の充実を図ります。前知事は就任直後何が贅沢かと言って福祉が贅沢、こういう方針のもと福祉を切り捨ててきました。弱者を切り捨ててきました。大規模開発をしてビルや道路は作るけど弱者には冷たかった。お年寄りには冷たかった。若者には冷たかった。子育てのお母さん方には冷たかった。こういう都政を全面的に変えて若者もお年寄りも女性も男性も障害者も障害者でない人も誰もが人間らしく自分らしく生きられる街東京を皆さんと一緒に作りましょう。
万遍に教育を変えなきゃいけません。イテラ都政は君が代日の丸を強制し、それに反対する教師を大量処分しました。明らかに憲法違反です。両親の自由に違反し、自由を認めた憲法に違反しております。また石原都政は表現の自由を奪おうとしております。漫画の規制を強化して青少年条例を作っております。11月11日の官邸前行動、国会議事堂前行動におけるデモ出しのための日比谷公園の使用を不許可にしました。風営法を改正する中でダンスを禁止しようとしております。とんでもないことです。民主主義社会の中で一番大切なものは表現の自由、デモンストレーションの自由であります。こういう自由を奪い去って戦前に戻そうとしております。自民党の安倍総裁は憲法を変えて国防軍を作ろうなんて言い出してます。石原前知事は憲法を破棄して核武装のシミュレーションをやろうとしております。戦前に帰ってはなりません。戦前の軍部の暴走のようなことを安倍や石原にさせてはなりません。我々は歯止めをかけなきゃいけません。そのためには平和を守る、憲法を守る東京を作らなきゃなりません。私は平和と人権を守る、憲法を守る東京を作ることがアジア諸国との関係改善につながると確信します。私が都知事になりましたら北京とソウルに呼びかけて、北京ソウル東京の平和都市会議の開催を呼びかけます。都市の人の間での友好、民間レベルの友好関係を強化することがアジアの平和に平和を作っていく上で極めて重要であると考えております。石原や私と違う某弁護士の主張はトップダウンで物事を決めるのが強いリーダーシップだと思っております。とんでもないことです。彼らは全体主義国家の独裁者です。民主主義国家のリーダーは市民の意見をよく聞かなきゃダメです。政策を決める上では都民の意見を聞く、市民の意見を聞く、市民や都民に都政の参加を求める、そういう中で物事を決め解決していくのが真のリーダーシップです。私は今日集まられている皆さんと一緒になって東京都に民主主義を取り戻すために皆さんと一緒に戦うつもりです。16日まであと18日間一緒になって民主主義を戦い取るために立ち上がりましょう。
東京都政は変えられると確信しております。あ、運動の輪を広げましょう。ファンの方はですね、今日6歳のお子さんから四ツ谷の方でアンパンをもらいました。はい、そんな牛乳とアンパンが大好きな超庶民の宇都宮さんと、もう6年ぐらい私は一緒に活動して、今回脱原発ということを掲げて、出た、都知事選に打って出るわけですけれども、まあ、原発の話は他の人もみんなすると思うので、私は貧困の話をしたいと思います。今生活保護っていう最後のセーフティネットが、本当に切り下げられようとしていたり、今年に入ってから餓死や孤立死、家族ごとの餓死や孤立死がもう相次いで起きて、なんか単身の、高齢者孤独死というイメージがあったと思うんですけれども、全然単身とか高齢じゃない人にまで、本当に家族ごと困窮して亡くなっていくような、本当に貧困が深刻化しているというので、目線を持って、で都知事選が13年続いてきたと思うんですけれども、宇都宮さんが、本当に都知事になってくれたら、まず、貧困の、あ、大きい声ね、宇都宮さんが、都知事になったら、とにかく今とても深刻な貧困の問題、この問題にもぜひ、取り組んでいただきたいと思っていますし、本当に宇都宮さんって日常的にホームレスのおじさんだとか、元ネットカフェ難民の若者だとか、本当にそういう社会的弱者と言われる方に話を聞いていて、こんなに弱者の声を日常的に聞いている人は他にいないと思うので、皆さんで応援しまくっていきましょう。天宮かりんさんでした。ありがとうございました。この上に乗ってんのは戦隊の人とかって一人もいないわけですよ。近所のお兄さんとお姉さんと、あと誰なんですか、あなたは。あさんで、で一応少しはまともな人にと思いまして、学者さんですよね、確か奥間英二さんに、応援させていただきます。小熊英二でございます。おや、随分声が上がりますが、この中で本当に私のことを知っている人はどのぐらいいるんでしょうか。あ、これは実に嘆かわしいことです。実に嘆かわしいことです。ここにはコアな人しか来てないかもしれません。私はですね、現在宇都宮さんを応援しますけれども、今のままではなかなか危ないかもしれないと思っております。というのは2週間ほど前でしたか、宇都宮さんが電車の中に乗っていた時に、私の知り合いの女性が乗っていたそうですが、周りのサラリーマンは誰も宇都宮さんのことに気づいていなかったそうであります。この状態ではまずいのではないかと、でコアの人が集まっている場だけで、通用していたらちょっとまずいのではないかと思います。しかしこの状態は変えられる目があります。なぜならば6月29日、官邸前に20万人集まったと言われる日に道路が溢れました。その時に天宮かりんさんが車の上に乗ってマイクで話をして、天宮かりんですとおっしゃったらですね、誰だと言われたそうです。おお、これは素晴らしいと、ここにはコアな人以外の人がたくさん来てるんだ、その証拠だと私は受け止めました。ですからそこまで広がっていけばおそらくかなり目がある。私の考えるにはコアまで広がらなければ、コアだけで止まっていればおそらく50万票ぐらいは超えられない。もうちょっと広がっても過去
東京都知事選で対立候補で落選した人が最高を取った170万票ぐらいを超えられない。しかしそこを超える目は多分あります。そのためには宇都宮さんがもっともっと演説の時に前に乗り出して訴えて、一人では食事に行けないぐらいになってもらわないとなかなか難しい。そのためにはどうしたらいいか。ここには来てるのはコアな人たちかもしれませんが、コアな人が一人当たり10人宇都宮さんでいいかもしれないよと、なぜならこんなこと言ってるよというふうに伝えていけば10倍に増えます。そしたら簡単に 30% か 40% 突破するかもしれません。そういうふうにして広げられる課題を宇都宮さんたくさん持っておらっしゃる。私は過去都知事選はいろいろな経緯を歴史家ですから見て調べておりますけれども、ここまでテーマをいい形で並べている候補はそんなにたくさんいらっしゃいません。原発の都民投票は都議会に阻まれました。しかし私たちは今原発の都民投票を代理的にやる場に恵まれていると言います。そのために動きを広げていけば次にまたつながっていきます。当選するかどうかはその結果でまた考えればいいことかもしれません。でも当選した方がいいですね、もちろん。でも広がることが大切です。広がることを目指していきましょう。それでは皆さんできるだけのことをやりましょう。じゃあ続きまして、たった今駆けつけてくださいました、本当に今日は応援スピーチが豪華です、山本太郎さんです。こんばんは、山本太郎です。高円寺半端ないな。感覚の市民運動が生まれたのも杉並ですよね。ここから盛り上がらないと全て嘘ですよ。これだけの盛り上がり、これが民意ですよ。12月16日都知事選、石原都政を継承するのかしないのか、しないに決まってるよって話ですよ。石原慎太郎さん、数々のことをやってくれました。老人の福祉、障害者の福祉、400億円も切り捨てた。ありえますか？ありえない。自分一人ではできない人を、それをプロジェクトするのがやっぱり行政じゃないですか。そのために税金が使われるなら納得がいく。でもそこを真っ先に切り捨てるとは何事か。それだけじゃないですよね、石原さんがやってくれたこと。1400億円を使って銀行を潰してくれましたよ、皆さん。まだまだあるぞ。4000億円を使って築地移転、進展なし。石原さん、僕たちの血税を一体何だと思ってるんでしょうか。その石原イズムを継承するのが猪瀬さんですって、冗談じゃない。向き合わなければいけないのは僕たち市民とですよね。一体そっちの方向向いてるんだ。太平洋の向こうの大きな国を見ながら東京都政を進められたら困るんですよ。若者、朝まで踊れたら最高ですよね。表現の自由奪わせるわけにいきませんよね。宇都宮検事、この人に立ってもらいましょうよ。この人に受かってもらいましょうよ。福島の東電原発事故が起こりました。福島ではその電力1ワットも使っていなかった。
すべては首都圏に送るためだけに作られていた原発、これが爆発しましたよね。そしてそれに対するフォローされてますか？してない。おー、でも国もほったらかしてないですか？今なかったものとしようとしている東京都民の電力のために、言い方を選ばないとするならば、福島の皆さんを被爆させてしまったんですよ。東京都民として向き合うべきことがある。宇都宮源氏は原発即時撤退です。東京都は東京電力の大株主、その力を使って福島の原発、新潟の刈谷崎、これを廃炉にしましょうよ。そして東京にお住まいの皆さんに言うにはちょっと酷な言葉ですけれども、もうご存知なことだと思います。東京も汚染されています。そうだ。でもどこが汚染されていてひどいのかっていうのをしっかり調べてくれないと安心して暮らせるわけない。石原都政は汚染を隠そうとし続けている。それを継承する、それを継承しようとしている猪瀬さんも間違いなくその路線でしょう。宇都宮検事は東京都の汚染をはっきりさせます。これこそ本当に都民の方向を向いてる人じゃないですか。宇都宮以外に都知事はいないですよ。東京なのに弁護士だけど、東京なのに弁護士だけど、宇都宮県民力を集めましょう。メロインQさん、ありがとう。終わり、これ終わり。回る、回った。はい、これから宇都宮さんが皆さんのところに回る。あそこでやる。どうも、ヨロッカーの山宮さん、応援メッセージありがとうございます。大きなエネルギーをいただきました。あと16分間突っ走れるエネルギーをいただきました。最後まで頑張りたいと思います。山本さん、ありがとう。山宮さん、ありがとう。大久保さん、ありがとう。次がありますので、ちょっとこの辺で失礼しなきゃいけませんけど、東京中を走り回りたいと思います。頑張りましょう。原発の波を起こしましょう。東京から脱原発を、東京が変われば日本が変わる。日本が変われば世界が変わる。世界を変わるために頑張りましょう。それじゃあ失礼します。また、はい、we'll be right back.
Thank you.